トーマス・アレキサンダー・ハリソンはアメリカ合衆国の画家である。生涯の大半をブルターニュのコンカルノーやポンタバンなどフランスで過ごした。フィラデルフィアで生まれた。弟に風景画家のラベルバーチ・ハリソンと人物画家のバトラー・ハリソンがいる。1871年から1872年までフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで学んだ後、 アメリカ政府の太平洋岸を調査する地理体験隊体に製図工として加わった。サンフランシスコの美術学校でしばらく学んだ後、1879年にパリに渡った。パリ国立美術学校でジャン・レオン・ジェロームやジュール・バスティアン・ルパージュに学んだ。アメリカ人画家、ロバート・ワイリーに勧められて、ブルターニュのコンカルノーやポンタバンに移り、風景画や海洋画を描いた。 作品者等 EN e s パーニュ n が1882年のサロンドパリで注目され、1885年の作品も注目を集めた。1889年のパリ万国博覧会でも賞を得た。ヨーロッパの主要な展覧会に出展し、多くの賞を受賞し、フランスの国民美術協会やロンドンの王立遊催画家協会の会員に選ばれた。アメリカでは、 ナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれ、アメリカ芸術家協会の会員でもあった、レジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。